안녕그냥남자팬아그냥라고합니다예、yeah. まずですね、この動画のサムネを見て韓国語を勉強したいとかちょっとでも上手くなろうと思ってこの動画を開いただけでそのやる気は素晴らしいと思います。いやなんか誰だよって感じですけど、それではよろぷんかじゃまず僕はですね、韓国アイドルが好きなので、まあ、韓国アイドルとサイン会で話すこと、街中で喋ったりとか、一緒に遊んだりするときに喋ることがあるんですけど、まあ、僕はこのサイン会用語はめちゃくちゃ強いんですよ。あー、ヒョンパッケアンボヨーとか、あー、ヒョンチョアニッカインシンハッソーとか、そういうことは聞けるんですよ。そういうのは結構事前に覚えていって、ずっと頭の中で反復練習して言うだけなんですけど、実際に街中で韓国人と遊ぶ時とかって、基本的にみんな Google 翻訳を使います。Google の翻訳なんですけど、何を食べたいですかって打つと、出てくるんですよ。何がすごいと音声がついてるの。何を食べたいですか？あ、そっちじゃない、そっちじゃない。待って待って、そっちじゃなくて。わせまこしか。で、この言われたものをそのまま伝えればいいだけだから、めちゃくちゃ楽ですね。あとね、Google 翻訳って、打ってる途中にもう出てきちゃうの、ここに日本語。語訳が、まあ、私的にはねめちゃくちゃつまらんわけよ。本人が打ってる間にあ何が言いたいかわかんの。でもなんかって打ち終わるまで待ってなきゃいけないの。うーんで、あーみたいなのをやるのがクソだるくて、僕はですねいつも翻訳機はですね LINE 翻訳を使ってます。日本語で打つと韓国語で返ってくるっていうやつがあって、韓国人って基本カカオトークなんですけど、 LINE を交換した時とかにその3人のグループを作るんですよ。この LINE 翻訳を入れた、そうすると僕が日本語で打つと勝手に翻訳機が韓国語に打ち直してくれるんですね。わざわざ自分で翻訳機かけなくても3人のグループ作っちゃえばもう普通にずっと韓国語で会話できるっていう、もうめちゃくちゃ最強のアプリがあって、しかもこれの何がいいかって履歴が見やすいんですよ。これもう今までのね推しにかけてきた言葉がねこんだけ大量にあるわけなんですけど、全部見れるわけ。髪色めっちゃいいねとか、あなたは優しいし頭が良くて可愛くて最強の人間ですとかあるからこれ。LINE 翻訳の何がいいかってコピペができるじゃないですか、 LINE の場合。だから A っていう推しに言われた言葉をここにメモっといて、で今度自分が手紙書くときに B っていう推しに使うっていう流用ができるっていう、これを僕は萌えのキャッチ&リリースって言ってるんですけど、いただいた萌えを他の推しに使うみたいなのが LINE だとできるのでめちゃくちゃいいかなと思います。例えばピジョッソとか、友達にピジョッソってどうやって書くのってこの LINE に打っといてもらって、そしたらなんかいじけるみたいなのが出てくるわけですよ。ピジョッソっていじけるって意味なんだって覚えといて、今度 B っていう推しの時にはいじけるって言うとピジョッソって出てくるから、ピジョッソを使うみたいな。完全犯罪。基本的にアイドルなんてみんな言ってること一緒だから、覚えときゃいい単語もう大体一緒なわけですよ。なんか今日の声どうでしたかとか、ご飯食べましたかとかもさ、品質単語が一緒なわけ。山を張るべきところが一緒なの。アイドルってマジでみんな言ってること一緒だから、どいつもこいつも。だから逆に言うと覚えておくべきことはもう本当に簡単ですね。で、まぁ、結構喋れるようになると必ずどの現場にもいるのが、その発音でよく喋れるねみたいな嫌味を言ってくる人がいるんですよ。頼んでもねえのに勝手に赤ペン先生してくる学級委員長みたいなやつがいるんですけど、そいつがですね、なんかその発音が全然違うみたいなことを、言ってくるんですよ。そりゃそうなんだけど、なんかもうとにかくこっちからしたらなんかうっせバーカって感じなんだけど、クロスタグラマーの友達がいるんだけど、なんかすごいディスられたことがあって、なんか、発音全然違うよみたいなことを言われた時があって、それでめっちゃ傷ついて、なんかもう話すのとか恥ずかしくなっちゃって、一時期なんかもう話すのとかやめてたの。でも正しい発音じゃないかもしれないけど、韓国人伝わってるし、我々だって韓国人が拙い発音だったとしてもある程度意味は理解できるじゃないですか。本当にそういうなんか学級委員長みたいな勝手ななんか自主的な赤ペン先生には惑わされない方がいいと思います。喋らないと覚えられないから。これ韓国人とデートする動画とかあるんですけど、きっと発音が違うんだろうなとか、意味合い違うんだろうな、文法違うんだろうなと思いつつも、この動画見れば分かると思うけど、マジで全然伝わってるわけよ。 TikTok とかもそうだよね。なんか「へつんちげえやべえ」とか言ってるやついるけど、本当にどうでもいいから伝わればいいからマジで。結構アメリカの人とかってなんか俺バイリンガルだからとか言って全然喋れないやついっぱいいて、なんか日本ってめちゃくちゃ厳しいのそこに。本当になんか多分テストのしすぎだと思うの。なんか英語のテストとかももう丸か×じゃん。×でも伝わることっていっぱいあるからって思うわけだから、みんな本当にめげずに喋り続けた方がいいし、もしもそういう人にディスられたらこの動画見せてなんかウィーってやつ動画見せればいいから、本当に本当にうるせえバーカって思っとけばいいから。韓国語できる子とか、本当にできる子って、これで合ってますかって言った時に、やばい人はなんか、え、へつん、ちげうゆーって言うんだけど、本当にできる子はなんか、あ、そういうのも伝わるよとか、こうした方が伝わるよとか、建設的なわけめちゃくちゃ。プラスに持ってこうとするの。でも、韓国語できるマウント取る人は、そういうこと言わないわけ。本当に、うざいということで、この動画がいいと思ったら、グッドボタンお願いしまーす。チャンネル登録もお願いしまーす。結構こういう系の動画上げてるんで、ぜひチャンネル登録をしてください。それじゃあ、皆さんもお仕事お幸せに。バイバーイ。